どうも皆さん、こんにちは。川島隆博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、僕の趣味動画兼、よく動画で質問でね、ブーツ一足目におすすめのブーツありますかっていうね、ご質問だったりとかいただきますので、ブーツ一足目におすすめのブーツ紹介だったりとかしていきたいと思います。っていう感じでね、もうこちらの紙袋に入ってるんですけど、もう開けていきましょう。靴箱とかね、もう捨ててくださいって言っちゃってるんで。生で入ってるんですけども。こちらですね。ダナーフィールド R 買ってきました。ちょっと前にね、存在はしてたんですけど、ちょっと僕自身も引っ越しだったりとかでバタバタしてまして、なかなかね、迎えに行けなかったんですけども、こちらを買ってきました。すごいね、買いたかったんだけどね、いざ実際見るとね、やっぱりいいなというところで、本当は黒のハイカットが欲しかったんですけど、なぜか2足買いました。ローカットの黒と、こちらのね、グレーのヌバック買ってきました。やってるよね。からね、ブーツ初心者の方に送る動画というものをね、言い訳に僕自身の支持主欲を満たしていきたいというふうに思います。一応ね、両方ともエントリーモデルとしては最適で、でこういうふうなね、シューレースもついてるんですけど、なんと、ジッパーユニットが付属してるんですよ。なので、シューレースでね、履くのが大変だっていう人も、ジッパーユニットを装着して着用もできますし、さらにはね、ローカットの方なんかはもうそもそもが軽かったりとか脱ぎ履きが楽なので、それがジッパーユニットでも装着できるっていうのはね、かなりメリットだと思いますので、普段ブーツ好きでね、新しいブーツなんかないかなっていう方にもおすすめだと思いますので、よかったらご覧ください。はい。っていう感じでちょっともう紹介の方していきたいと思うんですけども、いやーかっこいいよね。ほんとね、どっちにしようって悩みまくってたんですよ。まあ紹介の前にちょっとね、雑談入っちゃうんですけども、ほんとは黒のハイカットでね、行こうかなと思ったんだけど、黒のハイカットのダナーライトも持ってるし、あれだなと思ったんですけど、以前ね、スタンプタウンの周年イベントみたいな時があった時に、僕がお世話になってるね、ボスにね、このケブラー素材の使われたグレーのヌバック、マジかっこいいよってところでおすすめされてて、まあ、その時にもこのグレーは買おうかなと思ってたんですよ。なんですけど、やっぱ実物見ちゃうと、黒もかっこよくて、わーと思って、ローカットでジップのタイプ持ってないやっていうね、自分自身への言い訳を発見しまして、両方買ってきました。これ両方ともめっちゃかっこいいんでね、それぞれご紹介していきたいというふうに思います。これがね、商品名のがダナーフィールド R とダナーフィールドロー R ってものになってます。で、価格がね、それぞれ違いまして、ローがね、34,100円、ハイカットのが35,200円。価格に関してもね、やっぱり US モデルのダナーなんかと比べて半額近い価格帯だったりとか、すごく手が出しやすいと思います。今やっぱ革製品の値上がりだったりとか、そもそもブーツの市場がね、もうほんと5万円以上当たり前、だいたいこだわりの強いブランドとかで10万超えてしまうようなね、価格帯になっていて、ほんと嗜好品になってきてしまっているんですけど、その中でもね、この価格帯で出してくれるのすごく嬉しいところだと思います。なのでこう手が出しやすい、挑戦しやすいような価格帯だと個人的には思います。まあそれ以下でもね、 GU で本革を使ったブーツ売ってたりとかするので、学生さんとかはいいと思うんですけど、やっぱ僕と同世代の方だったりとか、少しいいもの欲しいなって人にも刺さるような、そんな価格帯だと思います。で、サイズの展開もかなり幅広くて、3ハーフから11まであって、日本サイズで22センチから29センチとね、かなりの幅広い展開になってます。だからやっぱり足の大きい方、僕の視聴者さんとかでもね、29センチなんですよって人にも出会ったことがあるんですけど、そういった方にもね、対応できているサイズ感だと思います。ただ僕がね、今回買ってきたのは両方とも8なんですよ。少しデカめにできてるかなっていう風な印象と、あとジッパーユニットで装着した時にはやっぱシューレースでこうグッと縛ることができないので、その分ね、ハーフサイズ下げて購入したっていう感じになります。特にローカットの方なんかは、このね、ハイカットの部分の足首のホールドがない分、かかとが浮きやすかったりとかするので、ほんとジャストサイズをね、探した方がいいかなっていうふうに思います。で、カラー展開、こちらはね、ハイもローも一緒になってまして、ブラックとブラウンカーキ、あとはグレーヌバックの3色展開。で、僕に関してはハイカットがグレー。ローカットがブラックですね。ただブラウンとカーキのカラーに関してもね、こうヴィンテージブラウンみたいな、少しくすみがかったね、赤茶に近いような、そんなカラーになっていて、それともすごい悩んだんですよ。ただ今回はこちらにしたっていう感じですね。で、特徴の部分なんですけども、ダナーから新たに登場したダナーフィールド R シリーズのアイテムになっていまして、ブランドを代表するね、ダナーフィールドをより現代のライフスタイルにマッチするように昇華したアップデートモデルになっているそうです。店員さんとね、仲いいんでよく話聞くんですけども、ジッパーユニットを最初からつけてるのも、やっぱジッパーユニットの需要がすごい高いらしいんですよ。僕自身もね、こう昔からダナー履いてるんですけど、ジッパーユニットのモデルってほとんど出てなかったりとか、コラボレーションのモデルとか、あとは僕自身もね、パブロビンチっていうブランドの方でね、
ね、ダナーさんとコラボさせていただいた時にジッパーユニットのモデル作ったりとかしたんですけど、そういうコラボのアイテムくらいしかなかったんですよね。それがね、こういう風なエントリーモデルというか、この価格帯でね、出してくれるっていうのはすごくね、アップデートなのかなっていう風に思います。で、テーマがあるそうで、温故知新をテーマに掲げているそうで、モデル名に関しては R にはリボーン、まあ生まれ変わるっていう意味と、レボリューション、革命、リバイバル、復刻、復活なんかの意味が込められてるってところがあります。それぞれのね、頭文字を取って R ってところが付けられていると思うんですけど、そういった意味合いがあるそうです。やっぱりね、ダナーライトの衣装からインスパイアを受けたアッパーデザインだったりとかディティール、ヴィンテージ感のある防水レザーとか、素材にもこだわり抜いたアイテムになってます。で、ちょっとね、こっちのローカットのモデルでね、それぞれ細かいところをご説明していきますと、このライニング、内側の部分ですね、ちょっとライトの関係で見えないかもしれないんですけど、違う映像で差し込んでおきますが、ここね、なんとゴアテック使われてます。ゴアテックス使ってるモデルがこの価格でいいのかと。なかなかびっくりしましたね。だったりとか、まあアウトソールはビブラム社と共同開発による最新のね、トラクションラグの機構を搭載した、こう前へ踏み出す力がね、向上しているようなそのアウトソールの仕様。プラスアルファ、このミッドソールなんかもね、少し厚めになってるんですよ。やっぱりそのちょっとしたバランスの違いだけでね、見え方ってほんと変わってくるので、細かくアップデートされてるのはね、やっぱダナーさんのすごいとこだなっていうふうに思いました。であと店員さん曰くなんですけど、ここのね、つま先の部分ですね、こう以前のダナーフィールドに比べて、ややここが狭くなってるような形になってるらしくて、ここに関してはね、US のダナーライトだったりとかの雰囲気をね、かなり醸し出してくれてるみたいです。やっぱりダナーフィールドっていう日本規格のアイテムとダナーライトっていうね、US 規格のモデルだと価格差がもうほんと倍くらい違うんですけど、ほとんど見え方一緒なんですよ。なんですけど、細かいね、つま先の部分だったりとか、まあ、バランスのところでね、やっぱり US の方がいいよっていう人もいると思うんですけど、そういったところの雰囲気もね、しっかりと追いかけているようなものになってます。で、さらにはね、このインソールに関しては、こういう風なね、オーソライトが使用されているので、こう、ブーツ初心者の方で、やっぱこう、レザーのインソールとかだとね、どうしても足裏が痛いとか、長時間履けないっていうところがあると思うんですけど、ほんとスニーカーライクにね、クッション性もしっかりとありますので、そこの履きやすさってところもおすすめできるポイントかと思います。で、さらにはね、メガグリップコンパウンドってものを採用してまして、濡れた路面でも、こう、圧倒的なグリップ力があるので、雨でも安心して履けるっていうところが、すごいポイントかなっていうふうに思います。これだけね、機能面のところもゴアテックついてて、ウォータープルーフのレザーだったり、まあしっかりとビブラムが使われていたりとか、もう本当この価格でいいのっていうのが個人的な感想です。で、さらにここのね、レザーの部分、さっきも軽く説明しちゃったんですけども、こっちのグレー、こっちに関してはウォータープルーフのヌバックレザーが使用されております。少しね、機能感のあるようなそんなレザーになってます。で、ブラックとブラウンに関してはフルグレインのウォータープルーフレザーが採用されているので、光沢感だったりとか革独特のね、ツヤ感がすごい楽しめるようなアイテムになってますね。で、僕はこのグレーね、こうサイトとかには書いてないんですけど、ここの部分の素材、これはケブラー素材使われてるんですよ。こう昔のダナーのモデルだとケブラー素材使ってたのあったんですけども、最近なかなか見ないなと思ってて、スタンプタウンのね、周年イベントでそれをボスに聞いた時に、わーこれはやばいなぁと。で、しかもグレーのカラーってところでね、渋さマックスでしょってところで、ついついこれを買ってしまったっていう感じです。で、プラスアルファ、こういう風なシューレースがね、ちょっと脱ぎ履きしづらいよって人のためにね、こういう風なジッパーユニットも最初からついてます。ジップ部分もね、YKK のジップがついてたりとか、と細かいところで言うと、ジッパーユニットもね、こう直線じゃないんですよ、ここの部分。しっかりとこう湾曲描かれていて、このブーツのね、シューレースだったりとか、この屈曲の部分なのかな、そういったところに沿わせてカッティングしているようなアイテムになっているので、ほんと細かく作っていて、丁寧な仕事されてると思いました。はい、もう感動ですね。なので二足言っても僕は後悔ありません。ちょっとね、着用の前にね、片足ずつジッパーユニットを装着してみたいというふうに思います。この左足の方でいいか。左足は今、シューレースの状態なんですけど、これをジッパーユニットに付け替えていきたいと思います。しっかりね、このジッパーユニットに付ける際のシューレース、ちょっと細めだったりとか柄がないタイプのね、シューレースも付属されてるので、こっちでね、しっかりと付けてみたいと思います。はい、このジッパーユニットを通すのもね、意外に簡単なんですよ。まあ、なんかジップのブーツっていいっすよね。なんか楽なんですけど、こっちのケブラー素材に関してはね、ちょっとクラシカルにシューレースで履こうかめっちゃ悩んでるんですよね。ただね、このしっかりとグレーのジッパーユニットもね、ヌバックで作られてたりとかするから、楽しまずにはいられないなっていう部分ではあるんですよね。ただ残念なことに僕は足が2足しかないからね、ブーツ数々持ってるんですけどね、全部を均等に愛してやることができないのがすごく悔やまれます。そんな変態発言なんですけど、このね、ジッパーユニットの止め方いっぱいあるんですよ。なんかこうちょっとおしゃれに留めたいとかもあるんですけど、僕はほんとオーソドックスにシューレースがなるべく見えないような付け方してますね。あとはなんか金具とかで打ち込んじゃって、スクリューネジだっけなとかで留めてる人もいるし、僕はコンチョボタンだったりとか
で止めたこともあるんですけど、ぶつけて壊したこともあるので、まあ今は修理数しかつけてないですね。なんだろうね、紐を通した時さえ幸せに感じるのは何なんだろう。最近ブーツ動画出してなかったからね、すごい嬉しい。でもね、多分数日後に動画が出ると思うんだけど、最近の購入品紹介で実は他のブーツも買ってたりとか、やっぱ年末にかけてねちょっとエンジンかかってるので、ガンガン飛ばしていきたいと思います。あとね、あれあれ、ちょうどスタンプタウンでお買い物した時にね、アポ取りしたんですけど、こう毎年ね恒例の自分へのご褒美動画みたいなのやってるんですけど、まあ、去年も一昨年もスタンプタウンさんで撮らせていただいてるんですが、それでねまた撮っていいっすかっていう風に聞いたら、もちろんっていう風に言っていただいたので、ちょっとまたね、去年はホワイトカスタムしてね、ヌエっていう大妖怪ブーツをオーダーして、そのブーツもねもう受け取りもして楽しんでるんですけど、今年は何にしようかねちょっと悩んでるんですよね。あのヌエのカスタムオーダーの動画から、あれと同じカスタムする人が結構増えてるらしくて、本当やめた方がいいよ。はい、片足通せました。こんな感じですね。今ね、ここの部分本当は僕は焼いちゃったりとか切っちゃうんですけども、ジップにするとこんな感じ。まだ新品状態なんでピンピンですね。ここの屈曲とかないんで少しブサイクなんですけど、一発履いてやるともう完璧なんでね。ブラックの、こっちがシューレースタイプ。こっちがジッパーユニットタイプっていう感じですね。どっちも捨てがたい。こっちはこっちでいいよね。なんかチノパンだったりとかで、ほんとアメカジに寄せて履いてあげてもいいし、スラックスなんかもいいね。ただちょっとモードな服装、ツータック入ってバルーンがかったね、スラックスとかワイドパンツとかに、このジッパーのローカットのダーナーとか合わせてあげてもかっこいいと思う。ちょっとグレーの方つけていきます。いや、グレーかっこいいね、こいつは。でね、ダナフィルダール、なぜエントリーモデルにおすすめかってところで、さっきと言ってること重複しちゃうんですけど、やっぱ価格のとこのコスパが凄まじい。ゴアテックス使ってたりとか、しっかりとビブラム使われてたりとか。プラスアルファはやっぱ履きやすい。履き心地がいいってところ。インソールがふかふかだったりとか、歩き出しやすいとか、歩きやすい。だったりとか、やっぱあと軽さですね。ブーツ重いのが好きな人もいるんですよ。僕とかそうなんですけど、軽すぎるとなんかスニーカーみたいだな、みたいな。嫌いじゃないんですけどね、なんかザ・ブーツを味わってるって感覚がね、重いブーツの方が感じるんですけども、まあ軽いブーツの方がやっぱこうブーツ初心者の方というか、いつもスニーカーばっか履いてた人がいきなりねブーツ履いたら、こう重いブーツだとね、うわーもう疲れた、もう履きたくねえやってなっちゃうと思うんですけど、そんな人にもねスニーカーライクに履けるっていうポイントはかなり高いと思います。でプラスアルファ、このヌバックのレザーもそうだし、さっきのねブラックのカラーのブーツもそうだし、しっかりと本革でね革質もとてもいいんですよ。なのでこう経年変化が楽しめたりとか、一足買ってね僕みたいにポン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 なんか、あ、あのブーツ欲しい、このブーツ欲しいみたいなやつもいると思うんですけど、やっぱりこうブーツ一足目の方とかって、そのブーツを大切にねこういつも履いてこうエイジングを楽しんでいくってところが醍醐味だと思うので、一足目にもしっかりと経年変化も楽しめるし、履き心地もいいしってところでね、このダナーフィールド R はマジでエントリーモデルにおすすめだと思います。いやー、このグレーやばいね。なんかグレーってこうファッションに合わせづらいとか、やっぱ3色やったら黒いっちゃうと思うんですけども、このグレーでヌバックってねなかなかないんですよ。ブーツでグレーの革自体が少ないと思うんですけどね。まあそういったところで、複数こうブーツをお持ちの方とかだと、このカラーのヌバックだったりとか、しかもそのサイドにねこのケブラ素材が使われてたりとか、なんか心ときめくポイントが多いと思うので、刺さると思うんですよね。僕はぶっ刺さってしまったんですけど、結構ねこのジッパーユニットの紐通した後にこうきつくねジッパーユニットが剥がれなくこうギュッてやるんですけど、履いていくとちょっと緩んできたりとか、革なじみができてね空間ができちゃったりとかするので、いきなりこう短く切っちゃうよりは、この状態でなじませてから再度こうギュッと締めて、ジッパーユニットのねフィット感を良くしてあげる方がいいかなっていうふうに思います。僕が作ったアルカディアもね、もうちょっとで発送だと思うので、ぜひぜひそれもジップブーツなんで楽しめると思うんで、お待ちください。はい、つけれました。ドン。かなりスマートになりますね。かっこいい。なんだこれ、いっちゃってるよ。シューレースの方がシューレースでね、やっぱこのアウトドア感とか出てかなりいいんですけど、え、なにこの雰囲気、いいですね。え、いいなこれ。まあちょっとこれ履いてみたいと思います。はい、着用してみました。まずはローカットの方からですね。こっちの足がシューレース、
で履いております。こんな感じ、めちゃめちゃ綺麗なんだけど、やっぱりこのダナーらしさというか、そういったところがね感じられるようなアイテムだと思います。今フレアのデニムと合わせちゃってるんですけど、ミッドソールの部分がね少し厚めになってるんで、既存のものよりもねバランスが取りやすいですね。ボリューム感っていうのかな、そういったところが感じられると思います。シューレースはシューレースでやっぱかっこいいっすよね、たまらん。で、こっちジッパーユニットです。横から見た時はねそんなにわからないと思うんですけども、やっぱりここ見ていただくとジッパーユニットのねクリーンさというか、そういったところが感じられると思います。あとここね脱ぎ履きさっきしてたんですけど、このジップの部分、今紐パッツンパッツンで横を締めてるんですけど、僕足結構細いんですけど、それでもここ一回詰まりました。グッてね引っ張って、ちょっとシューレースのとこゆとりができてやっと履けたくらいなので、高高の人だったりとか足幅が広い人なんかはね、ちょっとジッパーユニットを紐緩めてあげないとここ締まらないかもしれないです。かなりタイトに作られてます。だこう見てあげると結構細いと思うんですよ。なのでサイズ感のところね、ちょっとワイズだって甲の高さのねところ注意してあげた方がいいと思います。やっぱねこのシワ入れの儀式というか、これたまらんすね。やっぱりこっちのシューレースで履いてる方が屈曲はしやすいです。上の部分にね余計な皮がそこまでないので足の曲げは楽なんですけど、ジッパーユニットついてる方はねやっぱりここに皮が1枚さらに入ってるので結構しなりが固めですね。なのでサイズミスっちゃうとかかとがすごい浮いちゃったりとか、テンションがねかけづらい部分がありますので、歩きやすさって部分だともちろんシューレースの方がね歩きやすかったりとか過ごしやすい部分は最初はあるかもしれません。ただ馴染んでくるとね、このジッパーユニットのとこも柔らかくなってきますので全然問題ないかと思います。かっこいいね、ブラックこんな感じです。ちょっとね上からの視線もね撮ってみたいと思います。はい、これが真上から撮っております。こっちがジッパーユニット、やっぱりね紐ギチギチで締めたんですけども、足曲げでしたりとか、あとジップの部分ね結構きついんですよ。で無理やりやったらね少し空間ができちゃいましたね。これくらいが僕の足のサイズだとぴったりっていう感じですね。僕素足だと9の C ワイズっていう感じで変な足してるんですよ。でこっちがシューレースの方、これはこれでかっこいいよね。チノパンとかね合わせたいですね。足の曲げ具合で言うとこんな感じのねシワの入り方がありますね。シューレースだとこんな感じ、うん、たまりません。ちょっと次にグレー履いてみたいと思います。はい、グレー履いてみました。デニムとめっちゃ合うんですよね。何なんだこれ、単品では完成されないな。コーディネートに落とした時にねめちゃめちゃいい感じになると思いますね。こっちがグレーの方のジッパーユニットの方ですね。これに関しても足首の部分は結構きつめになってましたね。で足に筋肉がついてる人とか高高の人なんかはねジッパーユニット履く時はちょっと気をつけた方がいいのかなっていう風に思いました。こんな感じかっこいいな。黒のスラックスとかで合わせたいですね、これ。で、こっちがシューレースの方。これはこれでね、やっぱりかっこいい。かっこいいしか言ってないですね、僕。こんな感じになってるので、アウトドア感だったりとか、ダナーらしさってところがね、全力で感じられるような一品だと思います。インディゴのデニムなんかとも相性とってもいいですね。たまらん。ちょっと真上からこれも撮ります。はい、こんな感じです。グレーのブーツって珍しいからどうなんだろうって思う人もいると思うんですけど、意外にコーディネート落としやすいと思います。僕ね、このダナーフィールドのモデルだったっけな、オリーブカラーなんかも持ってるんですけど、このヌバックだったりとかするとね、色がくすんでてコーディネート落としやすかったりとか、あと僕だと帽子とかで色物使ったりとかするんですけど、このグレーとかだとね、T シャツのカラーと合わせてあげたりとか、グレーのスウェットとかね、こうインディゴのデニムにスウェットグレーで合わせてグレーのブーツで合わせるとか、めっちゃかっこいいと思います。パーユニットも渋いですね。屈曲の具合はこんな感じ。やっぱりすごく最初からねヌバックは柔らかい印象があります。やっぱりここの足裏のねメガグリップ、こちらに関してもねすごくグリップ力も強いですし、濡れた路面とかでもねすごい歩きやすいのかなっていう風に思います。うわー、これどっちで履こうかな。シューレースもかっこいいですね。ジップだとこんな感じ、悩ましい。今回はこちらのダナーフィールド R、こうブーツ初心者の方だったりとか、ブーツ一足目におすすめのアイテムってところでねご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。やっぱりねこの両方ブーツやっぱかっこいいし、なんでこのコスパでいけるっていうくらいね素晴らしいアイテムだと思いますので、ほんと忖度なしだね。ダナーもともと好きだし、いろいろ他にも動画出してると思うんだけど、一足目の方にももちろんおすすめだし、複数ダナー持ってたりとか他のブーツ持ってて、ちょっとアウトドアテイストのやつをね秋冬入れたいなーって人にもね本当におすすめできると思いますので、よかったらサイトだったりとか概要欄載っけておきますので見てみてください。ジッパーユニットが最初から装着されてるモデルっていうところでね、履きやすさだったりとかも抜群にいいと思いますので、個人的にはね狙い目だと思います。はい、っていう感じで今回の動画は良かった、参考になった等ありましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。